どうも毎度お騒がせしております金田一はじめです。真実は人を不動高校の学園七不思議、それは旧校舎に潜む怪人が仕掛けた七つの呪い。開かずの生物室、手首が這う印刷室、血に染まった井戸、死を刻む大時計、底なしプール、魔の十三階段、七つ目は長らく不明です。七つ目の不思議を知った者は放課後の魔術師に殺される。そんな嘘だろ。芋には塩辛がめっちゃ合う。グルメか。開かずの生物室、扉が開かないんで誰も入れないはず。桜木先輩、放課後の魔術師なんじゃ。桜木先輩はいない。今日も帰りなさい。旧校舎で人が死んでるって。警視庁の剣持ちと申します。完全な密室だったんです。放課後の魔術師なんているわけないんだ。いるのは怪人のふりをした卑怯な殺人犯だ。必ずその正体を暴いてみせる。彼は幼馴染の金田一はじめちゃん。実は彼、天才と言われた名探偵金田一光介の孫なんです。何ニヤニヤしてんだ。放課後の魔術師は実在するのかもしれません。バラされたら俺は終わりだ。七不思議なんて調べなきゃよかった。これ以上学校のことは詮索するな。この学校には何かある。僕のせいだ。放課後の魔術師はこの中にいる。何かの暗号。この暗号が解ければきっと七つ目の不思議が。みゆき、しっかりしろ。みゆき、みゆきをあんな目に遭わせた奴を絶対に許さない。俺がこの謎を解いてみせる。金田一少年の事件簿。